こんにちは。ジャーマンアイリスヘメロカリス通信販売花坂 G ネットです。今日は2020年5月18日月曜日ですね。はい、ここ高崎ジャーマンアイリス園の新しい畑からお送りします。はい、こちらは先日植えた夏野菜ですね。はい、きゅうり、ナス、トマト、あとシシトウとかセロリとかを植えました。はい、ここのところ野菜の方はあまり真面目に作っていなかったのですが、将来的には自分で野菜ぐらいは作って食べてみたいという、はい、理想がありますので、ちょっと頑張って苗を植えてみました。はい、じゃがいもの方も久しぶりにしっかりと植えたら、このように葉も茂り、まあここに来る途中もじゃがいもの花が咲いてるなとは思ったのですが、自分の畑の方も順調に育っているらしく花が咲いていました。はい、ちょっと花が咲くのが早いような気もします。はい、毎年作ってないのでその辺の感覚はわからないのですが、まあこれからは毎年じゃがいもも作っていきたいと思います。はい、花の開花状況ですが、まあほぼ5月の初めに咲き出したものについては終わるような感じで、まあ古い品種ですね。で、まあ新しめのここ10年ぐらいに作られたような品種については、まだ咲いていたり咲き出したものもあるような感じです。はい。畑自体はもう終わってしまった花柄が結構多くなっていますね。じゃあ今日咲いている花をご紹介します。はい。今日はちょっと朝起きてパソコンの処理をしようと思ったのですが、ちょっとシャワーを浴びた後だったので暑かったので、ちょっと体を冷やし程度に今6時ちょっと過ぎですが、朝から撮影したいと思います。はい、こちらは先日から咲いている黄色い、ちょっと横から見るとこう山形ですね、山形の花ですね。はい、こちらこの前アイリス協会の方で名前を、あ、この花だなと思って見たのですが、ちょっとまだすぐに頭の中に花の名前が出てきませんが、フリルがあって明るい黄色で、この山形なところが三角ですね、ところが特徴で、毎年この花を見るとなかなかいい花だと思うところです。はい、ちょっと最近はのスピード感がないので、ちょっとスピード感上げていきますね。はい、こちらは霜降りの花ですね。紫と白の霜降りの花です。で、ヒゲの先がホーンになったり、ブラウンスになってたりしていますが、今日はなんだか、スプーンですね。スプーンがちょっとホーンになってるような感じですね。いろいろなパターンで出ます。こちらの方はブラウンスですね。こういう鳥の羽のここの部分ですね。まあいろいろホーンのものとかスプーンとかフラウンスはいろいろな形で出るので、はい、固定ではありませんね。はい、こちらは薄い紫のフリルですね。豪華な感じの花です。こちらの方もつぼみがもう一つぐらいしかないので、そのうち見られなくなると思います。とてもいい花ですね。こちら、ベルギアンプリンスとか、その辺のものかもしれないですね。後で確認してみます。はい、こちらは、淡い水色ですね。髭の先がちょっとホーンの感じになっています。ほぼ白に見えます。
これも、これが最後の花ですね。この入り口に咲いている薄い紫は、まだ咲いています。花が大きめですね。はい、花はちょっと古い方の花ですが、とても花が大きく綺麗な感じです。はい、こちら商品一覧の薄い紫という名前で販売しているものです。こちらはその隣ですね。上が水色、下が薄紫ですね。で、ヒゲの先がこのように長いホーンになっていますね。ホーンの方はヒゲが生えてて、下に垂れ下がっているような感じのホーンですね。で、鳥理論ですね。ちょっとこれは花がもう傷んでいる感じです。上が黄色、下が紫ですね。こちらはちょっと花が傷んでいると言いますか、これから咲こうとしているところですね。こちら昨日名前を確認したのですが、ちょっとすぐに出てきません。上が白で縁が黄色ですね。下が白に縁が黄色で紫のドットみたいな感じでかすかに入っています。はい、こちらが紫ですね。紫のフリルがウェーブがかなり大きな花です。こんな感じですね。こちらにもあります。なかなか目を引くような花です。こちらホワイトクラウドですね。はい、先日白のフリルのない花を欲しいというお問い合わせがあって、いくつかこの畑である白の花を紹介したのですが、はい、こちらは昔から日本に入ってきたものですね。はい、まあ、こういう色のちょっと実際の色とこの今の写真ではちょっと動画では白く写ってますかね。実際のものよりよくウェディングドレスでちょっと真っ白じゃなくてちょっと黄色が淡く黄色が入ってるような感じのウェディングドレスがありますが、まあ純パクというんですかね。はい、そんな感じですね。実際もうちょっとかすかに黄色が入ったような白ですね。こちらも丈夫な品種です。葉っぱがこんなに伸びています。こちらデザートエコーですね。黄色の薄い黄色という名前で商品一覧に出てるのですが、これが最後ですね。最後です、はい、こちらが濃い紫という名前で出てる花です。ちょっと和服の紫の色の感じですかね。和風な感じですね。和風庭園に合うかもしれないですね。はい、デコルタージュですね。はい、小さな花になります。草丈20センチですね。この白とこの薄い紫がなかなかいいコントラストになっています。こちらでも咲いていますが、上弁下弁とも縁の方に薄い紫の縞になっていますね。このしつこくない紫がなかなかいい感じです。はい、こちらが商品一覧の方に上薄紫、下紫という名前で出ている、まあ、昔の花ですね。はい。こちらのヒゲの周りが白の縞が入っています。こちらたくさん咲くと涼しげな感じですね。とても涼しい感じで
いい感じです。はい、こちら、花をいっぱい、公園や河原ですね。そういうところに咲かせるには、株もすぐに増えるので、いいと思います。はい、こちら、薄い水色の花ですね。商品一番、一覧の方で A002 の番号で出ている薄い水色の花ですね。こちらもこれが最後ですね。こちらがダスキーダンサーですね。先ほどの濃い紫に比べたらもうちょっとダーク系の色ですね。はい。こちら、ヒゲの方も同じ色ですね。先ほどの濃い紫もそうですが、全部一体感、ヒゲから上弁、下弁とも全部同じ色の紫です。こちらは、新潟のブログの仲間の人から物々交換で譲り受けた花ですね。で、どんどん増えて、今株数はかなり増えてあります。はい、ゲイパラソルですね。こちらの遠くから見ても白の方がなんだか神秘的な白にな感じですね。こちらインタウンですね、まあ、今年にちょっと調べたらインタウンのようなのでインタウンと呼んでいます。上が淡い紫、下が濃い紫ですね。ヒゲはオレンジです。こちらも上弁の淡い紫が下弁の濃い紫で引き立っていますね。はい、こちらはアバッシュですね。はい、昔アメリカの方で賞を取った可愛い花です。花の大きさはこんな感じですね。こちらまとまって咲くととても可愛い感じになると思います。こちらも株の方は結構増えやすい品種です。同じく昔アメリカの方で賞を取ったリンゴですね。こちらも可愛い感じの花です。花の大きさはこのぐらいですね。普通の感じですね。こちらも葉がとてもいっぱい伸びて株も増える品種ですね。こちらの方は他のものに比べるとこちらとかに比べて葉が伸びて葉が横斜めとか横に広がる感じですね。こちらゲイパラソルですが葉がそんなに横に伸びていないんですが、こちらは横までこうはみ出てるっていうか斜め45度とか斜め30度ぐらいに葉が横に伸びますね。そんな特徴があります。はい、シティライツですね。青の花です。今、結構満開の状態ですね。はい、まとまって咲くと、なかなか見応えがあります。青に白が、花弁の中央に白があって、ヒゲも白ですね。この白がアクセントになっています。青空に白い雲といった感じのキャッチフレーズで私の方は呼んでいます。はい、こちら、薄いオレンジという名前で商品一覧に出ているものですね。淡いオレンジですね。薄いというよりも、まあ淡い感じですね。優しい感じの花ですね。はい、こちら、お庭に咲かせると、なかなか可愛い感じがすると思います。優しい感じで、いい感じです。こちら、スノーマウントですね。こちらも上弁が、純白が綺麗な感じです。で、花弁の方が深い紫なので、なかなかいい感じですね。こちらでも、
これから花を咲かせる感じですが、スノーマウントといって私の方のキャッチフレーズでは富士山のような花というキャッチフレーズで商品一覧にも載せています。はい、こちらの方は区別するのに株元の葉が紫ですね。はい、そんな特徴があります。ちょっと離れますが、はい、こちらホールクロスですね。上が白、下が薄い紫、これ咲き始めですね。まだ完全に咲いていませんが、時間が経つとこのように薄い水色になりますね。花弁の方が薄い水色になります。咲き始め、これ今日咲いた花ですね。ちょっと花弁の方が濃い感じですが、このような感じになります。ホールクロスですね。はい、まあ、朝はやっぱり風がないので取りやすいですね。こちらスーナーセレナーデですね。ワイン色の花になります。花は大きめですね。上がちょっと薄いワイン色で、下が濃いワイン色ですね。なかなか丈夫で株もよく増える花です。はい、こちらがソーンバードですね。はい、ちょっとゴールドと言いますか、ちょっとくすんだ色なのですが、このヒゲが、ここのヒゲですね、ヒゲの先がホーンが濃い紫なところがアクセントになっています。ホーンという、これ角みたいな感じですね。角が濃い紫ということで。ソーンバードでした。はい、ソーンバードの方も商品一覧の方に出ている販売品種です。はい、こちらの方も、だいたい今映しているのは販売品種ですね。通販サイトの方で販売しているものですが、こちらはペルシアンベリーですね。前ちょっとペルシャベリーと呼んでたのですが、ちょっと正式にはペルシアンベリーというのが正式な名前のようです。こちらも長く咲いていますね。もう終わる感じですかね。咲き始めはこのように色が濃い感じで、ちょっと時間が経つと若干薄めになっていく感じですね。はい、こちらが、こちらだいぶ茎が地上からどーっと伸びて大きく咲いていますが、これはプライムクレイジーですね。まあ、クレイジーという感じなので、かなりダイナミックに咲く感じですね。はい、花が横長ですね。結構広がって咲きます。この中央の白が特徴になってますね。こちらも本当に長く咲いていますね。こちら株がよく増えます。はい、爆食系ですね。その割にはだけど花が綺麗なので、なかなか花をいっぱい見たい人には重宝すると思います。こちらも商品一覧の方に載っている品種です。はい、プレイウィズファイヤーですね。赤系ですね。なかなかジャーマンアリスで真っ赤というか普通の赤色っていうのはなかなかないんですが、まあ、どこ探しても見つからないとは思いますが、まあ、大体赤というとこのように赤茶とかそんな紫の入ってるというか、そんな感じのになりますね。まだこちらの方も咲いています。で、こちら、その隣が似てるような感じなんですが、ちょっと色が濃いですね。昨日、プレイウィズファイヤーと言ったのですが、こちらが、その横に植えてあった、前の畑で横に植えてあったのが、ちょっと記憶は定かではないのですが、アバウトタウンというのが、何か名札があったのですが、そちらの花かもしれないですね。ちょっと同じ、赤茶の花ですが、濃い感じですね。
ちょっと花形もこちらの方が縦長のような感じがします。花形が違う感じです。こちらこうちょっともうちょっと色が薄くて丸いような花形ですが、こちらある意味ちょっと山形と言いますか、はい、そんな感じです。はい、こちらスーパーステーションですね。濃い紫の花です。こちら香りが、思ったより香りはしなかったですね。はい、濃い系の花です。こちらがイーディスールホードですね。上が黄色、下が紫です。で、隣に咲いているのが、こちらがメリーマドリガルですね。同じような配色です。こちらの方が下の紫は同じぐらいの濃さなのですが、下上の方がこちらはクリーム色といった薄い感じで、イーディスウルフォードの方はもうちょっと、まあ、この画像ですと早朝なので薄いですが、もうちょっと黄色っぽいですね。はい、こちらが先日から咲いている黒系の花ですね。黒といってもちょっと紫の入ったような黒な感じですね。ひげはゴールドといいますか、ちょっと肌色というか、そんな感じですね。花は大きめです。はい、今日一つだけ新しい花が咲いていました。ちょっと変形咲きのような感じもしますが、こちらミドル系の花ですね。白にちょっとこの花弁の両サイドが黄色で、中に紫の縞が入ってます。こちらも調べれば名前は出てきますので、後日名札をつけようと思います。はい、こちらも同じ時期に導入した花ですね。黄色でちょっと上弁の方に紫が入っています。ひげは黄色ですね。濃い黄色ですね。こちらちょっと花がうまく咲いていないのですが、こちらがギャランマドリッドですね。上がキャラメル色、下が不思議な感じの紫ですね。花は草丈は30センチぐらいで、はい、結構下の方で咲きます。はい、マウンテンバイオレットですね。マウンテンバイオレットがこれも最後の花でしょうか。こんな感じでダイナミックな花です。大きい花ですね。でフリルがあって、上がちょっとピンクがかかった白ですね。下が薄い紫ですね。こちら今年はだいぶ花をいっぱい見せてくれました。あと一つつぼみがあるでしょうか。はい、こちらがシルクウッドですね。ちょっと淡い紫が入ったような白ですね。こちら咲き始めのものを日光に当たってるとちょっと輝いたような感じで、はい、まあ、シルクウッドっていうことでシルクの木のような感じなのでしょうか。ひげはオレンジですね。ちょっとこちらの方とかまとまって咲いています。鈴なりと言いますか、そんな感じで咲いています。こちら比較的 葉の中で咲く場合もあるし、茎が葉より上に伸びて咲く感じではないですね。ちょっと葉の方もこう横に広がってどっしりしてますね。こちらも葉が横にはみ出るような、上に伸びるのではなくて横にも伸びるような感じですね。
ジャーマンアイリスの方も、花の色とか、あと葉っぱですね、葉っぱの伸び方とか、夏頃になると葉っぱが短くなるものもありますし、いろいろあります。こちらの方、こちらがこれから咲く花ですね。はい、あ、こちらが毎年20日以降に25日とかそのぐらいに咲くブルースウェードシューズですね。こちらの方も葉の下の方が紫ですね。こちらなどは夏にやっぱり葉がちょっと短くなりますね。夏頃に、秋とかに葉は短くなって春に伸びるって感じですね。こちら一番遅咲きですね。まあ、はい。だいたいいつも25日とかそのぐらいに他のが終わった後に花が咲くブルーの大輪の大きな花です。はい、こちらがビクトリアホールズですね。こちら単純に綺麗な感じがします。ひげは白ですね。はい、こちらも増やしていきたいところです。今年はちょっと株を、昨年に株が減ったものがありますが、ジャーマンアイリスの方も手入れ次第で、軟部病とかにならず、まあ、どんなことでも同じですが、手をかければ手をかけるほど結果がついてくるというのはありますが、ジャーマンアイリスの方も夏場の手入れさえちゃんとしていれば、結構丈夫に保てるものです。はい、こちらはワンダフルファッションですね。ちょっと今日はまだ咲いていない状態ですが、ちょっと葉っぱを見るとちょっと薄い紫のような感じの白ですね。はい、こちら純白バナと言ってる商品一覧に出てるものが花が終了しました。はい、こちらはラズベリー色のミドルの品種ですね。花の大きさも小さめです。はい、ラズベリー色でヒゲがオレンジですね。これ、フォーゲットインファイヤーという品種です。はい、フォーゲットインファイヤーですね。はい、こちらも商品一覧の方には出ているのですが、ちょっと数が少なくなってしまったので、販売休止ですが、はい。二つぐらいだったら出せるので、ですね。二つぐらい。だったら出せるから、ちょっと限定販売にしましょうか。はい、こちらオビリービジョンですね。こちらは本来は4月から咲いてもう花は終わっているのですが、今年はなぜか花が残っています。こちらもミドル系の品種で草丈20センチ、30センチというところで、花の大きさもこんな感じですね。SDB ですね。まあ、SDB、海外の方の品種の花の大きさの管理で言えば SDB というところですね。スタンダードドワーフビアリットというのが SDB の略称です。はい。こちらがブラックアズナイトですね。黒系なのですが、ちょっと紫黒という感じの花です。ひげは茶色ですね。はい、こちらも商品一覧に出てるものですね。はい、販売されています。はい、だいぶ花も終わりましたね。こちらパワーポイントですね。ひげが紫で毛が生えています。
方ですね。こんな感じの薄い紫でヒゲが生えています。花自体はピンク系ですね。ピンク白といった感じです。こんな感じのヒゲですね。はい、花は大きめですね。比較的大きめで、なかなか薄い感じで、しつこくなくていい感じですね。こちら花がいっぱい咲けば、なかなか見応えがあると思います。はい、あちらの方で、ちょっと紫で、ウィナーズサークルが、います。はい。あ、いい感じで咲いていますね。はい、こちらブリスボムですね。淡いピンクの白といった感じですね。遠くから見れば白な感じですが、近くで見ると淡いピンクですね。フリルがとにかく豪華です。賑やかな感じのフリルですね。はい、ブリスボムですね。まあ、株数が少ないものについては販売休止にしていますが、数量限定で出してもいい感じですね。はい、ちょっと考え直しましょう。こちらは、今度6月下旬から咲くヘメロカリスの方ですね。もう、4月頃に植え替えて、だいぶもう根がついてきた感じがしますね。スプリンクラーで水をやってるせいか、この、はい、ちょっと今、上越新幹線のゴゴゴゴーという音がしたので、この分だと、ヘメロカリスの方も、こちらの畑で花を咲かせそうです。はい、こちらが、バブリングブルックですね。ちょっと風に煽られて花がちゃんと咲いていませんが、はい、薄い青ですね。薄青の花です。ちょっとまた朝の静かな感じでカエルも鳴いているので、ちょっとのんびりなペースになってしまいました。はい、まあのんびりが、いろいろな面では焦らずのんびりやるのが一番いいですね。はい、こちらは濃い紫で、花弁の下が白ですね。ウィナーズサークルですね。こちらなかなかいい感じの花です。ちょっと和風な庭園に似合いそうな感じでですね。ちょっとストレージがいっぱいになって、ちょっと再起動したらなんとか撮れましたので、最後だけ撮らせてもらいます。はい、こちら T スペシャルですね。はい、ヒゲの先がフランスになって鳥の羽のようになっています。上が黄色、下が紫ですね。はい、こちら薄い紫の花ですね。小豆色の花ですね。上が薄い小豆。インディアンチーフに似たような配色ですね。はい、こんな感じで、はい、だんだん花もこれから見れなくなっていくと思います。はい、それでは、失礼します。